続きましてレーシングドライバー小暮隆史選手です。続きまして新型スバル BRZ 海アル責任者井上雅彦さんです。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではじゃあお二方おかけいただいて、私もじゃあ座らせていただいて、すみません、失礼します。はい、ということで皆さん、お待たせしました。ね、この新型 BRZ の、ね、生みの親の井上 PCM と、あとワンメイクのレース、今年からね、BRZ に乗って、ようやくあのレジェンドドライバーのね、小暮選手がようやくこのスバルのマシンに公式でね、レース出ていただけるということで、まあ、私のスバルファンの一人として嬉しいということで、この機会にね、この小暮選手をこのスバリスト界隈にどんどん引き込んでいければと思います。皆さんもそのつもりで今日はご覧いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。お二方よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまず井上 PCM ですけども、はい、車がですね、発売をされて8月30日、2ヶ月半経ちますが、自らがこの作られた新型 BRZ、 この手応えといいますか、どうですか、この2ヶ月経って。やはりですね、皆さんに本当に喜んでいただいて、まあ、乗った人からいいねいいねっていう言葉で本当かなっていう部分もあるんですけど、でもおかげさまで、まあ、3倍、4倍とか、いろいろ計画に対してですね、受注をいただいているところを見ると、まあ、本当に皆さんに喜んでもらってるなっていうのが今の実感です。はい、はい、私はですね、今ちょうどそこに僭越ながら置かさせていただいてますけども、7月29日、今日からもう注文 OK というその日にもう注文しましてですね、8月30日発売日に納車をさせていただいたということで、もう一発目の納車でもう2ヶ月半でもう1万キロ以上走ってしまいましたが、皆さん BRZ 買われた方おられます？ BRZ 買われた、新型買われた、あ、おられますね。じゃあ試乗したよという方、試乗したよ、お、あ、試乗した人、あ、結構、あ、こちらもおられる、あ、井上 PCM も買われたんですよね。3日遅れで、はいはい、発注させていただきまして、3日遅れが、納車は多分3週間遅れぐらいになっちゃったんですけど、はいはいはい、納車無事されました。そうですか、はい、ちなみにグレードとボディカラーは何でしょうか？ボディカラーは WR ブルーですね。さすが、やはり、はい、よかった。いや、いろいろ悩んだんですけど、はい、悩んだんですけど、苦労した赤にしたかったなってところもあるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと今日来てる家族からそりゃちょっと派手だろうってちょっと止められまして。赤は派手と、はい、ご家族から、そうです、ダブルアルブルーがいいんじゃないのっていう。なるほど、娘の一押しで決まりました。お嬢様ね、はい、この間スーパー GT のね、モテキの現場にも応援に来られた。そうですね、旧型の BRZ 乗ってますね。あ、乗ってらっしゃるんですね、はい、なるほど、はい、まあ、そこに来てますけど。あ、そうですか、そうですか、ありがとうございます、また後ほど。はい、で、そのですね、スーパー GT で思い出しましたよ、小暮選手、はい、もう前回のモテキの第7戦、皆さんご覧になりましたよね。もう88号車のね、ランボルギーニ、まあ、スーパー GT ではね、ライバルチームの、レジェンドドライバーの小暮選手ですが、88号車でもうバッチバチにね、61号車の BRZ がもう小暮選手に追い詰められたようなもんでしたが、小暮選手はいきなりちょっと乗っけからですね、そうですね、なんかアウェーみたいな感じで申し訳ないんですが、あの時の心境をちょっと、はい、まずこのイベントがあるっていうのは頭に入ってましたね。はい、このイベントがあるので何かあったら出場気まずいなっていう印象がありましたので、ええ、でも本当に井口選手、はい、ウエイト、スーパー GT っていうのはウエイトで車両の速さを調整するんですけども、はい、ウエイトが重い状態ですごく頑張ってたなって思います。はい、でちなみに最後ちょっとね、61号車残念ながらスピンしちゃったんですけど、あれは僕、はい、間違いなく接触はしてないんで、はい、そこだけは僕、そう思う方がいらっしゃった。でも小暮選手のプレッシャーが井口選手のスピンをちょっとやっぱり誘ったような。いやいやいや、どうぞ。もうやっぱりタイヤも相当厳しかったと思うんですよ、はい、ウエイトで、はい、だから逆に言うとよくあそこまで井口選手耐えたなっていうのは印象的には強いです。もうね、もう61号車と88号車のね、もうバトルは確かにもう見応えありましたし、もうすごいドラマがありましたですね。はい、はい、で、ね、でそんなですね、井口選手も86BRZ のね、ワンメイクレースではチームメイトということですよね。はい、はい、
もうあの 86BRZ のね、あのレースで僕 BRZ の車両乗らせてもらったんですけど、はい、とにかくね正直難しい、難しい、いろいろすごく試行錯誤している段階です、はい、で井上さんとかにもねお話今聞いて制御の、お話とか聞いて、はい、やっぱりそのレース車両なんですけど、制御を切って走るんですけど、皆さんご存知かもしれないですけど、車にいろんな制御がついてるんですけど、それを、はい、が若干ちょっとあの、介入してくるんですよね、はい、でそれをちょっとうまいこと付き合いながら早く走らせなくちゃいけないので、ある意味その GT 車両よりも、ドライビングが難しい車両ですね。あっちは、はい、もう本当そう、ね、GT マシンとかフォーミュラマシンはそういうね市販車のような制御はないですもんね、でこれはまあ市販車ベースということで、それはちょっとプロドライバーとしてはちょっとこう、まあ、そうですね、そのやっぱりあの思いっきりよくいっちゃうと、はい、まあお仕置きモードじゃないですけど、はい、やっぱいろいろありますよね。やっぱりこう、はい、うまいこと車と対話しながら行かなくちゃいけないんで、はいはい、なんですけどものすごくグリップ力が高いんですよ、はい、今はそのスーパー GT とか F3000 でもないぐらい予選タイヤ並みに1周しか持たないんですよね、はい、グリップレベルが、うん、ものすごくレベルが高いタイヤでレースをしてまして、プロクラスな、はい、になるんですけども、はい、だその車にかかる負担っていうか、コーナリングスピードはものすごく速いんですよ、はい、そういう中で制御をこう効かせないようにして走らせるっていうのはすごくレベルが高いなと。なるほど、そうか、タイヤはね、タイヤもガチのそういうグリップのタイヤということでなお難しい。まあ、我々のようなですね普通のドライバーにとってはあの制御、まあ、多分トラックモードくらいだともう本当に安心でですね、ちょっと私なんか下手くそなドリフトの真似事をしようとしてとっちらかるとちゃんとこう最後に車が助けてくれる、あれちょっと絶妙ですよね。井上 PGM、 そうですね、はい、今回のトラックモードの制御はだいぶ引いた形で最後の最後に助けるっていう考えで作ってますから、はいはい、非常に快適にいけると思います。なるほど、確かにプロレーサーになるともう天才ですから、はい、逆にそれが余計なことしてくるんだっていうところの中で、はい、どこまでギリ引き出すかの戦いが、はい、86BRZ レースの本当に難しいところであり、はい、面白さだと思いますね。なるほど。で、小栗選手が走っているのは、まあ、仙台モデルの初代の BRZ でしたけども、はい、こうスバルの、ね、水平対向エンジンが、はい、まあ、FR レイアウトになってですね、はい、まあ、これまでのインプレッサとか WRX とかよりもさらにこう低い位置にエンジンがマウンドされて、しかも FR なので、はい、フロントの、ね、駆動もないので、はい、なおこう真ん中寄りに寄ってると、まあ、つまりスバルの、ね、水平対向エンジンのこの低重心を、まあ、最も活かした車が、まあ、BRZ ということだと思うんですけども、はい、それこうレースで乗られて実際その車の感触いかがですか。そうですね、すごいなと思ったのは耐久性ですか。耐久性、もちろん 86BRZ のレーシング車両初期はもしかしたら不良、いろいろミッションとかあったのかもしれないですけど、はい、今のその置いてある車両に関して言うともう1万キロぐらい走ってるんですけど、はい、まあ、ボディ剛性に関して言うとさっきとあれだけグリップが高いタイヤで走ってるにもかかわらず、はい、まあ、ノーマルじゃないですか、はい、全然持ちますし、ミッションもエンジンも元気よく走ってくれるので、はい、まあ、市販車ノーマルレーシングカーだったらもちろんサーキットに耐えうる車だと思うんですけど、はい、市販車ノーマルベースでサーキットこれだけ走っても全然値を上げないっていうのは正直すごいなと思いましたよね。なるほど、うん、でもそれこうね、多分あれ最終モデルというかだいぶアップライドでいうとだいぶ後半の方で結構まあ熟成もされたんですかね、これはね。そうですね、レースに出てるのは後期型っていうところで熟成のまあ8年9年型ですけども、はい、やっぱり全部出てる車は、はい、群馬県産ですんで、あ、はいはい、いや本当にそこで作ってますから。なるほど、もうこの町で、はい、この町で作られた、はいはい、それがもうレースを支えてるっていう。なるほど。でやはりですね、この新型の、まあ、BRZ を開発するにあたって、初代モデルがこの市販車のその状態ほとんどタイヤ以外そのままでレースを走ることによって得られたそのノウハウが、まあ、だいぶこう新型に生かされていると、まあ、そのミッションのね、その強度ですとかって聞きましたが、どうですか、井上さん。ミッションの強度あるいはね ABS の話、はい、いろいろですね、レースで厳しかったところはもうしっかり直して、はい、シフトもフィールもすごく上げましたし、全部やりたいことを時期ではやらせていただいたっていうのが正直なところですね、はいはい。でまあ、そんな新型も最近ね、藤島さんの SNS 拝見しましたけども、小暮選手も試乗されたということで、はい、まあ、ノーマルの新型の BRZ、 率直な印象はどうでしたか。いや、そうですね、まあ、
ちょっとまあ僕個人的な意見になっちゃうんですけども、はい、まあすごくいいです。でやっぱりそのいろんな自分もですね、プライベートの車、スバルさんの車じゃない車が、もうあったんですけども、いろいろチューニングしてサーキット走る機会がいっぱいあったんですよ、はい、ただやっぱりこの、まあ、仙台の BRZ からもそうなんですけど、新型乗って思ったのは、はい、ものすごく高いレベルにあるなと、やっぱり自分の意のままに車動きますし、はい、逆に言うとやっぱりその長距離走ってもこういう車で長距離走ったらすごく楽なんじゃないかなっていう、まあ、もちろんワインディングを走ってもいいのかもしれないんですけど、はい、長距離を走ってもすごく快適に移動できるんじゃないかなっていうのは感じましたよね、はい、だやっぱりその自分が今まで乗ってきた車っていうのは例えばロールバー入れて、スポート増ししたりとか、そういうフルチューニングをしたとしてもこのレベルには達しないなっていう。そうですか。スポット増ししたボディよりもまだ強い。強い、まあどの車種とは言わないんですけどベースは。だからそういうのと比べちゃいけないのかもしれないですけど、やっぱ時代、まあはい、の進化というか、はい、すごく BRZ はレベルが高いなって思いますね、はい、なるほど。これじゃあちょっと井上 PG をお聞きしたいんですけど、まあプラットフォームは基本はその従来型を、まあ、強化したという言い方ですよね。でそれをその SCP のような、まあ、インナーフレーム構造を採用して作ったということですけども、従来型のボディをインナーフレーム化ってできるんだなっていう、僕それ単純に驚いたんですが、できる、まあ、できたから できてるんだと思うんですか。できるかっていうのもありますけど、はい、ある意味やらなきゃいけないっていうのも、はい、作り手側の都合はありまして、はい、まあ、当然レヴォーグとかインプレッサと一緒のラインを流しますから、はい、自然とですね SGP 化はある要素は入ります。もう同じライン流れるから、そうか、はいはい、あえてそこで得られた知見も技術的にも織り込んでっていう形なんで、はい、まあそういう形にが今の候補生につながっているということですね、うん、プラットフォーム自体は旧型の改良版ですけども、もう本当になんかフル刷新、全て刷新したぐらいの強さが、まあ、そのおかげでじゃあインナーフレーム構造で強くなった。で小栗選手おっしゃったようにスポット増ししたボディよりも強いと思わせるくらいのボディになったと。はい、僕が過去乗ってきた車と比べるとですね、はい、まあ、明らかにこれでこのままさっきと持ち込んでもガンガン走れるんじゃないかなっていうのは思います、ね、はい、まあ、私もちょっとね一人のユーザーとして嬉しいですけど、あと一番こうユーザーとしてですね乗ってると感じるのがやっぱりその細かいその感性のなんかこうマスの小ささというか、まあね、屋根をアルミにしたりですね、フェンダーとか、まあ、すごいその軽量化、その車の、重量配分に効くところが軽くなってるわけじゃないですか。あれがもう本当に山道を走るともう本当にその曲がる動きが始まる瞬間の気持ちよさ、これ多分新型ビラセットでね山道走ったことが分かると思うんですけど、こうハンドル切ってはいこう用が発生してっていうその瞬間の、ね、なんか動きの滑らかさ、それがもう最高に気持ちよくてですね、気がついたらもう2ヶ月で1万キロというぐらい乗っちゃったんですけど、あれやっぱボディはもうそこが肝ですかね、運動性のボディの剛性を上げ、ただ上げりゃいいってもんじゃなくて、やっぱそこに あった、はい、足回りとか、はい、その適合、あとバランス、すべての要素なんですよね、はい、だからスポーツカー、その気持ちいいっていうのがスポーツカーで、やっぱりスポーツをして気持ちいいって瞬間ってやっぱり思い通りにこうなんかできたとか投げられたとか当たったっていう時じゃないですか、ゴルフにしても、はい、やっぱそれがスポーツだと、スポーツカーだと走って曲がれた、気持ちよくこう走り抜けられたみたいなところが、はい、まあ、マリオさんの一番熱い感じていらっしゃるところだと思います。ありがとうございます。でもそうね、ハンドリングがまあ特にいいんですけど、私結構期待以上だったのがその長距離のねクルージングのその安楽さ、例えば、まあ、雨が降ったりするとですね、まあ、さすがにこう旧型よりね、悪天候に強いとは言いながら、スバルオンチューブの動画でね、新井俊選手とか弘樹選手がですね雪の上で、ああ楽しい簡単だって言ってるものの、やっぱり FR ですから、やっぱりゲリラ豪雨的なね大雨とかが降るとやっぱ四駆のようにアクセル踏めないんだろうなと思ってたんですが、本当に四駆のようにアクセルが踏めてしまう、これがちょっと驚きでですね。なので本当にこの間も九州のオートポリスまで埼玉からほぼ給油以外止まらずに走り切ったんですけど、もう全然疲れない、これがちょっとこのグランドツーリング性ですかね、バスバル昔からよく言いますけど、これ結構ビビったぐらい気に入ってるんですが、ここの肝は井上 PG もどうでしょう。
やっぱりスバルの安心と楽しさって4駆ずっとやってきましたけど、はい、今回のだから BRZ は FR ですけど、はい、0、100の4駆みたいな形で四輪のやっぱ設置っていうところはすごく意識して、はい、バランスを取ったっていう形ですね。だからそれが4駆にも生きるし、2駆から4駆っていうところで相互にスバルの走りはこうなんだ、それが、はい、まあちょっとこの間出ましたけど、共同開発のソルテラ、はいはいはい、EV でもその味をしっかりと表現できているというふうに思ってますので、はい、ぜひまた体感いただければと思います。なるほど、そうか、ソルテラにもその何ちゅうかエッセンスが注がれているということで、なるほど。で、小暮選手とお聞きしたいんですけど、はい、まあ大田県のこの、群馬県の大田市のご出身ということで、はい、まあ、やっぱりスバル車は結構身近だったと思うんですけども、そうですね、はいはい、でそこからこうレーシングドライバーではですね、まあ、ホンダ車が多かったりされたと思うんですが、はい、まあ、その、客観的にね、スバルの車ずっとご覧になってて、なんかこうどういう印象をずっと持たれてましたか。そうですね、まあ僕ホンダだったって裏切り者とかよく言われてたんですけど太田市のね、友人とかはスバルで働いてる方は多いんで、ただですね、やっぱりずっとホンダでやらせていただいて、まあ、研究所員の方と一緒に市販車の仕事もしてたんですけど、スバルの、車両は、お金がかかっているっていうのは常々言ってたんですよ。そうですか。でその時にやっぱ自分太田市なんで、あ、やっぱそうなのかっていうちょっとにんまりしてた記憶があるんですけど、あ、そうですか。やっぱり他のメーカーのエンジニアさんが、スバルの車はっていうのでやっぱベンチマークで出てくるのは事実であった、あったんですよ、ね、ベンチマークで出てくるんですか。はい、そうなんです。出てきてました、はい、別にここだから容赦してるわけじゃなく、本当にそういう事実もありましたし、やっぱそういう意味で言うとやっぱスバル社のレベルの高さっていうのは、すごく高いところにいるんじゃないかなってのは思いますよね。なるほど。で同時にやっぱり今年一緒に戦ってる GT 選手権の BRZ の車両もすごく速くて、まあ、今シリーズポイントで、チャンピオン争いもろにしてまして、はい、やっぱり一緒に戦ってもすごく手強いライバルですよね。なるほど。また市販車とはちょっと違うかもしれないですけど、はいはいはい、この間のようにですね、井口拓人選手の後ろビターッとこうです。またこの話ですいません。大丈夫です。あの時にこう、BRZ のね、今ちょっとまだシーズン中なので言いづらいかもしれませんけど、はいはい、GT300 のですね、BRZ の、あ、ここはなるほど、速いなとか、あるいは、ここはちょっと弱点だなとか、なんかそういうのを感じますか？どうですか？そうですね、まあ、特性がやっぱり全然違う車なんですよ。はい、で、まあ、BRZ の車両はその空力がすごく良くてですね、はい、とにかく高速スピードが速いです。でコーナリング、高速のコーナリングスピードが、まあ、そこにある車両なんですけどものすごく速くて、そこはもうやっぱ太刀打ちできない。太刀打ちできない、はい、やっぱそうなんです、はい、そうなんです、はい、そうです。あとはやっぱりその、まあコーナーの立ち上がりの加速、トラクションとエンジン特性、まあ、ちょっとスピードハイスピードになるとね、いろいろドラッグの関係とかダウンフォースの関係が出てくると思うんですけど、コーナーの立ち上がりも、とにかく速い、はい、そこら辺のその2点はすごく強力ですよね、はいはい、でそのBRZをオーバーテイクスにはどうしたらどうする、小暮選手の先輩はどうですか。だからそうですね、だから茂木の時もいろんなことが頭をよぎったんですけど、井口選手はね、レカロレーシングでチームメイトですし、はい、まあ、このイベントもありますしこのイベントもありますし、いろんなこう、なるほど、このイベントのことも思い描きながらあのバチバチのバトルしてたわけですね。そうですね、まあ、やりづらかったのは確かですねただ後ろ走ってるとですね、はいはい、まあ、レースの最中もこうちょっとずらしてたんですけども、他車のすぐ後ろ走るとブレーキ温度がすぐ上がっちゃうんですよ、うんうんうん、でより自分にチャンスがなくなっちゃうので、ちょっと煽ってるように見えたんですけど、こう横にずらしてたりして空気を自分の車にこう当ててたりはしてたんですけど、でもそれをやったとしても茂木とか、茂木のコースはブレーキングに厳しいサーキットになるんですけども、そういうところだとやっぱ、追いついて 2,3 周で勝負つけられればいいんですけど、4周5周6周とどんどん付き合っていっちゃうと自分の車が不利な状況になっちゃって、なかなか抜くには至らなかったですよね、まあ、そこは多分井口選手が、僕も追いついた瞬間にバッて行こうと思ったんですけど、やっぱり彼が粘ったなっていう印象はすごくあります。なるほど。そう、追っかける方もそういう辛さがあるんです。ブレーキが冷えにくくなっちゃうんですね。まあ、ドライバーの心理状態からすると、追っかける側からすると、追いついてすぐは有利なんですよ。先進的にも抜いてやるっていう、大側有利っぽいですよね。そうなんですね、前の車両も追いつかれると、はい、追いつかれたっていう精神状態追い込まれるんですけど、そこからこう付き合う状態が長くなっちゃうと追っかける側がきつくなってくるんですよ。追いかけられる側は精神が安定するんで、
だから何事もやっぱ早く勝負をつけないと厳しいですよね。そう、必ずしも追う側がこう有利で追われる側だけが強いわけでは決してないと。そうです、ね、ここで選手もこのイベントもあるし強かったんだということですねまあでももしここで僕当たってたら、はい、当たってなんかなってたら欠席しないといけないなっていうのは、ね、チャンピオンがねかかってたらね。そうです、チャンピオンもかかってますし、はい、でしたからね、はい、なるほどですね、はい、そう、じゃあこう純粋に GT ドライバーをね長年やってこられて、はい、こう興味はやっぱりありますか、その GT300 のリアル Z に対して。こう乗ってみたいな。やっぱりすごく速いしライバルとして強いですし、はいはい、そうですね、すごく強い車両だ、速い車両だっていう意識はありますよね。特に予選に関してはピカイチに速いので、はい、まあ、素晴らしい車両ですよね。やっぱりこうライバルチームから見ても GT300 のリアル Z はやっぱ特殊なんですね。本当にこう他の車と全く違うというそういう認識ですか。そうですね、一緒に走るとやっぱ特に速さの特性が、うん、トータルでいうとそんなに、まあ、GT300 うまいこと調整しているので、はい、トータルでいうと同じぐらいの速さなんですけど、はい、一周走るとですが、ただやっぱりその速さのポイントが全然違いますね。なるほど、はい、そうなんです、まあね、そういうなんかちょっと人と違うね、やっぱり他のマシンと違うっていうのも、まあ、素晴らしさの市販車もそうですけどね、こう我々ユーザーのこうちょっとなんていうかね、心の拠り所というかね、誇らしく思えるところでもありますけども、じゃあ井上 PCM ですね、この今ねおっしゃったように、まあ、GT300 の BRZ と、まあ、市販車のね、BRZ は、まあ、ボディの構造とか全然違いますけども、まあ、それでもやっぱり、スバルのフラット4をですね積んだ FR レイアウトと、まあ、このその成り立ちがね同じというところで我々すごい共感も持てるし、あと井口選手も山内選手もね、やっぱりその市販車とこんだけボディ構造とか全然違うのに、やっぱり水平対向エンジンを積んだ FR 車というね、ハンドリングのその、特徴はすごい共通してるっていう言い方をするんですよね。これやっぱりこのハンドリングをその車のね、もうレーシングカーも市販車も含めて車のこの運動性能を突き詰めると、この水平対向エンジンの FR というのは本当にやっぱり理想的であると改めてそれは我々信じていいでしょう。そうですね、はい、井口選手山内選手にも3月にそのままの量産車に乗っていただいて、はい、いろいろ感想もいただいて、はい、まあ、褒めの言葉もいただいたし、ここはっていうところも少しいただいたりしてますし、はい、今 の GT のいろんな知見がやっぱり量産車にも少なからずこう生きてですね、はい、よりもっといい車作ろう、まあ、トヨタさんも同じですけど、はい、いい車作ろうっていう、まあ、今度の共同開発に、はい、本当にレースからつながってるなって、はい、実感してます。なるほど。小栗選手はですね、まあ、初代モデルの、まあ、BRZ でレース走られて、はい、このシーズンはもうあれまだあるんでしたか。もうありました、残りが富士あります、ね、あ、富士、まだあれですね、はい、そこにこうかける、なかなかその、ね、市販車のレーシングカーの難しさっておっしゃってましたが、はい、あとオートスポーツの、ね、記事なんかでもまさにそんなことをおっしゃってましたけども、はい、このレーシングドライバーとしてどう対応していこうみたいな、なんか具体策はありますか。そうですね、まあ、僕も40歳を超えまして、なかなかチャレンジする機会っていうのはどんどん狭まってきてますし、そういう、ね、与えられる機会っていうのもそれ自体も少なくなってきてるんですけど、はい、またこういう今まで僕どっちかというと、ね、市販車ベースの、車でレースさっきとレースをしたことが なくてですね、たまたまもうフォーミュラーカーだったりとか GT カーばっかしだったので、はい、そこはすごく新鮮ですし、市販車ベースの難しさというか、はい、やりがいをすごく感じてますね、はい、だからこれをとにかくちょっとでも早く走らせて、はい、事実やっぱりホンダにいるときはですね、結構サーキットにいる頻度多かったんですけど、はい、今 GT300 になってからはあんまりサーキットで走る機会がなく少なくなってきたんですよね。そういう意味で言うとその 86BRZ レース出させていただいて、はい、サーキットで乗る機会も増えて、はい、自分の中の感覚っていうのがやっぱりなんていうんですかね、まあ、車両は違う絵とはいえ、はい、やっぱりその割いてくるものはありますし、そこでやっぱりなんていうんですかね、いいトレーニングもなってますし、はい、自分自身やっぱりこうこのカテゴリーでなんとか、結果を残したいなっていうのは思ってますんで、はい、もうこの車両で戦えるのは次の最終戦の富士がもう最後なんですよ。そうか、じゃあ来シーズンはこの新型に変わると。そうですね、新型になりますので、はい、はいはい、なんでもうやっぱりその後最終戦が悪いとですね、次の開幕戦まで何ヶ月かあるんですけど、はい、ずっとその暗い気持ちで過ごさなきゃいけませんので、はい、
なので、はい、頑張りたいですね、はい。で来年のその新型現行のね新型モデルに切り替わることを想定するとやっぱりこの市販車でのそのポテンシャルアップした分はそのままレーシングカーでも行きますか、ね、さっきの井上 PCM があの制御の方は新型の方が控えめとさあの車体のそれ安定性が高まったから多分そうなったんだと思うんですけど、はい、ということで来年来シーズン新型の方が多分今までのレーシングカーのように扱いやすいみたいな、そうですね、予想は新型になっての一番また面白いところはみんなゼロスタートになるんですよ、はい、あの僕らのチームだけじゃなくてみんながゼロスタートなんでそこからいかに、はい、まあ、乗り方にしろセッティングにしろ、はい、いいものを見つけていくかっていうところが土台がもうみんな同じところになるので、はい、あのそこのやりがいっていうのがまず一番面白いのかなってのは思います。一からそのレーシングカーの開発がスタートできる楽しさが、はい、あとはやっぱりその、まあ、車両も新しくなって、はい、多分かなり速くなるんじゃないかっていうその車が速くなることに対しての、はい、期待感っていうかあのよりその車のドライビングが楽しくなるんじゃないかっていう、はい、いうのはすごく期待してますよね、はい、じゃあの井上 PCM はですねこの新型の、まあ、BRZ を作るにあたって、まあ、もちろん我々一般ユーザーを想定しながらだと思いますが、まあ、やはりレーシングカーもなんか俺は作ってるんだみたいな、まあ、そういう思いも結構あったんじゃないでしょうか。どうですか。あのもちろんレースにあの使うっていうことも頭に、まあ、入れてますし、はい、あの共同開発のトヨタさん側はあのレースっていう人ばっかりなんで、そうか、トヨタもそうなんです。いやいや、そこまでレースに振らなくてもスバルはもうちょっとグランドツーリング、まあ、そこ あの仲良く喧嘩しながらやってきた部分もありますので、はい、まあ、レースにも使えるし、はい、普段使いも使えるし、はい、っていうところであの、まあ、スバルらしく作ってきたんで、はい、あのまあ、レースもあのぜひあの楽しんでいただければなっていうところですね、はい、なるほど。そうか、どっちかというとトヨタさんの方がレースでスバルさんの方がグランドツーリングということで、僕はさっき言ったグランドツーリング、名前がガズーレーシングカンパニーですから、そうですよね、あのレーシングって会社に入っちゃってますから、ね、硬派ですよね。トヨタ86じゃないですもんね、はい、GR86 だって、はいはい、あ、いや、ただ86っていうとちょっと怒られちゃうね、 GR86 って言ってくださいね、なるほど。じゃあそこをじゃあ井上 PCM はじめスバル側の人がこうあの持ちこたえてあの四駆のような安定性がちゃんと確保されたということで、そうですね、はい、はい、なるほど、よかったです。そこはではですね、まあ来シーズンもですね、まあまだね、体制発表とかまだもちろんないと思いますが、はい、まあおそらく新型乗られるという前提で、まあいいですかね、はい、はい、そうですね、まあなんかここで、まあ、井上さんもそうだと思うんですけど、よく来るので、このイオンですか、はい、あ、そうですか、ここでまさかね、こういう話をすると思わなかったので、体制発表の話をすると思わなかったので、なんか変な感じはありますよね。そうですね、はい、僕ももう ほぼ毎週来てたりしますので、いや、僕もね、もう本当に、もう住みたい街ナンバーは本当に僕、大田市なんですよ、もうね、あのテレビのね、あの今所沢でだんだん近づいてるんですよ、だんだん近づいてるんですが。あのバラエティ番組でね、群馬県は人気がないとかね、山本知事がそれに切れたりとかしてますが、もうスバルファンの私からするとね、もう本当に群馬県、特にこのとりわけ大田市、もう本当住みたい街、憧れの街、本当にこれナンバーワンですから、もう私はいずれこのイオンでね、日常的に買い物ができるような日々を夢見ておりますが、まあ、そんな話はさておきですね。じゃあこれからですね、せっかくこのね、BRZ のレースで、まあ、小暮選手、スバルのね、このワークス的なあの立場とご縁ができましたので、ほら、それね、さらにこのスバル会話に小暮選手を引き込むためにもですね、今日実はこのね、監督さん、ね、あのあデカロレーシング、デカロレーシングの監督さんのね、はい、前口さんがお見えになっているので、じゃあちょっと上がっていただいてよろしいでしょうか、監督さん、よろしいでしょうか、すいません。では、はい、では皆さん拍手でお迎えください。前口監督です、どうぞどうぞでございます、よろしくお願いします。すいません、なんか急になんか、お呼び立てしまして、ありがとうございます。はい、何でも聞いてください。ありがとうございます。もうだから前口さんはもうレカロさんのもちろん製品は精通されてますし、はい、もうこのワンメイクの車、マシン作り等々も相当今でやってきたという方ですよね。そうですね、はい、あの今あそこに展示してある RMS っていうシートなんですけど、はい、見た目がガンダムみたいなシートを、あ、穴だらけのやつですよね。そうですね、そうですね、あれを、まあ、そもそも企画したのは僕自身で、そうなんですね、はいはい、まあ、それをきっかけにレースをやっていきたいというふうになりました、はい、やっぱりそう、本当にレースの現場で製品ができていくっていうことなんですね、まさにそれはリアルに、まあ、そうですね、あの
ここ何年かきっとそうだと思うんですけど、はい、あのまあ、モータースポーツってやっぱり車であり商品であり鍛え上げるのにはあの、まあ、一つの手段としてはいいところだと思いまして、はい、でそれを僕らはあの、まあ、学ばなきゃいけないし、あのそこで商品が生まれていくことがあの、まあ、皆さんにとって安全で安心できる商品になるのかなと思っています。なるほど、はい、あの新型のね、まあ、BRZ は多分井上 BGM もすごい手応え感じていらっしゃると思いますが、純正のシートすごい良くてですね、で私の買った R グレードもあの表皮はねあのジャージ調ですけどもシート構造良くてですね、それこそ本当に所沢からオートポリスまで走っても別に腰痛くなったりしないいいシート でミニサーキットで僕が出す程度の横地だったら全然耐えてはくれるんですが、でもやっぱりあのレカロさんのねバケット系フルバケットのシートついた、まあ、車に乗るとあこんなにこの自分の体とね車がこんなにこうもう自分の体がもう部品になったみたいにもうね感じられて、あの気持ちよさってなんかすごいありますね。小暮選手どうですか。そうですね、僕はあのスゴーで大雨の中テストをさせていただいたんですけど、はい、まずですねそのサーキットを走るのであれば、やっぱりどうしても入れたいパーツの一つになりますね、はい、っていうのもですね、路面がハイドルが起こらないっていうのを車のスライドがミリ単位っていうとちょっと大げさなんですけどセンチ単位で感じ取れるようになるんですよ。これは別に大げさに言ってるわけじゃなくて、まあ、レーシングドライバーは車からの情報が多ければ多いほど事前に対処できるのでその情報量の多さはピカイチだと思います。ただそれだけじゃなくてですねあの、体への密着の度合いが絶妙なので、あの一般道を走っても力が分散される分疲れないんですよ。でやっぱり車のシートが変わると車に対する印象っていうのは変わるんですよね。あのドライバーはこう車からのインフォメーションであの全てこうなんていうんですかねこうその車の印象を決めているところもあるの でシートだけで車の印象が結構変わるっていうのは、まあ、いい風に変わることが多いんですけど、はい、RMS、すごくいいなと思いますね、はい、これはこうね過去に例えば津村さんがねあの STI の限定車であの155万のねシートが限定 あったとか過去には結構ありましたけども、じゃ結構この新型の BRZ も、まあ、まだね今デビューしたばかりですがちょっと我々勝手に期待するのはですねあのSTI スポーツとかあるいはその STI の限定車でまた出た時にまたその専用のレカロンオプションとかまだ そういうものをあの勝手に期待はしてるんですが、井上 PGM その辺はどうでしょう。あのぜひ前向きに検討したいと思いますただシート、まあ、本当にドライビングポジションってあの車の組成を変えてしまうぐらいやっぱ重要ですよね、まあ、普段安心安全に走るにはやっぱり自分 あの正しいというか運転しやすいあのブレーキもしっかり踏めるっていう姿勢をぜひ意識してやっていただくと、単純にいつも座っているところよりすごい高いところに座ると違和感があったり、人間ってすごくセンシティブなすごい感度の高い生き物なんで、まあ皆さん普通 あの運転の時にもぜひ意識していただければより安全に移動できるかなって、はい、思います。はい、じゃあ前の時間だけちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、今日いろんなレカロシートですね準備されてますが、はい、新型ビラス、まあ、そのユーザーさんのね、はい、思考とか乗り方にもよると思うんですけど、はい、新型ビラスとどの辺のこれからのシートが一番良さそうです、おすすめできそうですか。まあ、まずスバルさんっていうのはあの、まあ、うちがお取引させてもらっているメーカーさんの中でも非常に安全基準が高いんですね、社内の、はい、で、まあ、元々レカロはドイツの会社なんでヨーロッパの基準っていうのはあるんですけれども、あの、まあ、スバルさんは本当にそれを超える安全っていうことをキーワードにすごくこだわってらっしゃるのかなと、はい、でそういう中で僕らもあのそれに見合ったシートというとですね、やっぱり、今あるものだけではなくてこれから考えていくものも含めてその、検討になるのかなと思うんですね、はいはい、で今あそこに展示してあるあの真っ白のシートで、センターが真っ黒のアルカンターラになっているもの、はい、あれが要は今市販している商品で、昔 BRZ の STI TS にも来ていただいた、はい、TS ですと、はい、ありました、ありました、はい、まさに
ただ あれがやはりスバルさんの安全基準のようにこの世界的に高くなっていくものに対応しているものが実はありまして、はい、まだそれはアフターマーケットとしては市販してないんですが、はい、まあ、そういうものをやっぱり我々開発していかないとスバルさんには追いつかないのかなと。なるほど、スバルさんにも追いつくというそういう意識でじゃあされてる、はいはい、なるほど、はい、なるほど。いやそんなことないと思いますけどね。いやもうすごいレカロさんらしいでいいです。100年の歴史ですよね、レカロさんね。まあ、レカロ、まあ、いろんなこうねシートのブランドいっぱいあってですね、まあ、それぞれいろんなモータースポーツでね、ありますけども、まあ、レカロシートの良さ、まあ、ご存知の人も当然ご存知ですが、前口監督の口からですね、レカロシートここがやっぱレカロいいんだみたいなこと、ちょっと一言お願いできますか。どのぐらい時間いただけますか。ああ、いや、ね、今あと5分みたいな、ゼッシャー出ましたんで、すいません、簡単な感じです。すいません、申し訳ない。まあ、一般的な表現をすると、はい、皆さんこう車を運転していて腰が痛いとか肩こるとか首が疲れるとか、はい、太ももの横ですね、この辺がなんか痺れてきたりとかっていうのがあると思うんですけど、それってやっぱり正しい位置で正しい体に支えられてない状態っていうのが続いてるんですね。で正直若いうちはそれをこう体力的に肉体的に耐えれるんですけど、まあ、年齢重ねてくるとそれが疲れになってくるんで、一番分かりやすいのはうちのシートで車を運転していただくと、まあ、1時間から2時間体を動かしてないことに気づきます。座り直すことがないっていうか、なるほど、皆さん絶対体をこう動かしたり前に行ったり、ちょっとね、はい、でもありますよ、どうしても、はいはい、それが本当にびっくりするほどなくなります。はい、それだけこうどっかの一箇所に変なこう力が、はい、ね、体圧っていうんですか ね、 そうですね、かからないと、はい、いうことですね、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ではすみません、井上 PCM ですね、この、ま、新型ビラ Z まだ生み出されて、ね、ま、2ヶ月半ですが、でこう予想以上にたくさん売れてるし、まあ、我々の言う買った人もですね、まあ、満足度高いという状況ですけども、まあ、ここからその井上 PGM の新型ビラ Z どのように 育てたいと言いますか、ね、育てていくんでしょうか。新型ビラ Z は我々どう何を期待してたらいいんですか。まあ、育っていくという、まあ、進化は、まあ、毎年毎年続けていくんですけども、はい、まあ、今回できた車って初めにちょっとマリオさんおっしゃったようにグランドツーリングにもすごく向いていて、レースとかスポーツカーっていうジャンルを超えて、まあ、私SUV って言ってるんですけど、まあ、本当にスポーツユーティリティビークルで、スポーツカーなのに、まあ、荷物も積めるし、はい、下手したらキャンプも行けるし、いやそんなことあるかいと思いますけど、頑張れば4人乗れますし、まあ、後ろ狭いですけどね、はい、まあ、そういうパッケージの中でかっこいいスポーツカーに乗って、まあ、笑顔と若さを本当に享受してもらいたいっていうのがコンセプトでもありますし、はい、ぜひ若い方あるいは年を召してもそういったマインドのある方は乗っていただいて体感いただいて、よりスバルのこう走りを感じていただける一台になるかなって、 それを期待しています。世界が広がることを、はい、そうするとモータースポーツにも興味を持ってもらって、はい、ホールさんにつつかれてるなとかってなるほど、いやそういうやっぱりいろんなつながりが大きくなると、この群馬県からですね、なるほど、嬉しい限りです、ね、なるほどですね、まあ、まさにね、はい、SUV ってよく多目的スポーツみたいなね、経済新聞でよく使われますけど、まあ、まさに多目的にスポーツ、それで広がっていくということで、私たちの一人のオーナーとしてまたより楽しみが広がるかなということで、ありがとうございます。はい、では最後、小暮選手にですね、まあ、せっかくこのねご地元の大田で、はい、このスバルファンの皆さんの前でですね、この機会ですから、スバルファンへのなんかこう小暮選手なりの思いをちょっとアピールしていただければ、どうでしょう。はい、そうですね、まあ、自分も群馬県を太田市ということで、スバルさんとね今まで関わる機会が正直あまりなかなかなかったんですけども、今年からこういう風な形で関わらせていただいて、太田出身ということもあり大変ちょっと光栄に思っております。でやっぱりその自分がレースをする時もですね、何かしらこうただ自分のためだけに走るってわけじゃないんですけど、こういろんな人たちのねレースはもういろんな人と関わって思いを背負って走るんですけども、そういうのの一つにやっぱこういうイベントに出たりとか、いろんな人と関わったりとか、まあ、スバルの人とこういろいろ知り合いになれて関わり合いになれて、まあレースで出ると
まあ、ちょっと今までとはまた違った感情でレースをすることにもなると思いますし、またサーキットでお会いしたときに、あの辛い部分もあるんですけどね、結果が悪いとあのこう申し訳なさそうにしなくちゃいけない、しなくちゃいけないって怒られちゃいますね、これ、あの申し訳なさそうになりますし、いい結果だとね、あの一緒に喜んでもらえるっていったところもありますし、まあ、そういう部分でいうとこのイベントでね、いろいろつながりもできましたし、呼んでいただいてありがたかったです。まあ、あのね、ちょっといろいろいじりましたが、まあ、最終戦もですね、いいバトルを、ね、我々やっぱいいレースが一番見たいというのがありますから、そうですね、いいバトルしていただいて61号車が最後に笑うと、で、このシーズンそれがね一番、まあ、あくまでサブですね、ちょっといやでも本当に、やっぱりレースは一番速くて強いところが勝ちますので、まあ、それがねどこになるかっていうのは正直僕もあの負けるつもりは正直ないんですよ。ですただやっぱり最大限、敬意を、リスペクトを持って、戦いたいなとは思っております。じゃいいレースを期待しております。じゃあ最終戦もどうか、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあそれではですね、皆様、最後にですね、このトークショー的なイベントはこれが最後になりますので、あとは閉会式とかありますが、ちょっとこのね、せっかく皆様集まっていただいたこのね、ストラファンの皆様、ちょっと心を一つに最後して終わりたいと思いますので、私がですね、やっぱりスバルがと申し上げますと、ナンバーワンのね、この、指だけ上げていた、皆さんね、声は出さないで、声出すのは私一人出しますので、皆さん、ナンバーワンと、このね、大田市の都市対抗野球のね、いつものスバルの応援のあの勢いでですね、最後締めればと思いますので、よろしいでしょうか、皆様。はい、では行きますよ。やっぱりスバルがナンバーワン。はい、どうも皆様ありがとうございました。お三方ありがとうございました。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 